鶴見駅中距離電車停車等推進規制会は JR 東日本に鶴見駅への相鉄 JR 直通線の停車を求めました鶴見駅は1872年の鉄道開業時に最も小さな駅として開業しましたしかし利用客も少なく現在の京浜東北線となった京浜線が開業すると東海道線の列車は全て通過することとなりました 現在は京浜東北線と鶴見線のみが停車する駅となっています。そして2019年には相鉄 JR 直通線が開業し羽沢横浜国大から武蔵小杉まで約15分間停車しません。途中鶴見駅を通過します。相鉄 JR 直通線は貨物船の線路を利用しているため鶴見駅にホームを作るスペースがありません。 鶴見駅中距離電車停車等推進規制は JR 京浜東北線と鶴見線しか停車しない鶴見駅の公共交通ネットワークの利便性向上を目的に相鉄 JR 直通線の停車を要望しています。これで、4月2日のムービービズを終わります。